出さないですからね。だから飲み薬は出しても飲めないでしょ、多分。この子はね、まあ作ってないってか用意しないんですけど、まああのコマちゃんだけ連れてってください。はい、でまああのやれる範囲でね、これこのセットで、はい、で特にこれでさ目を洗う、この大きいやつで、はい、これがこれのが大事かな。はい。あ、ちょっと待って。オッケーいいよ。はい、ごめんなさいよ。肝臓の数字はね、やっぱりかなり悪い。600だったかな。顔出して、顔出して。あ、逃げたい、逃げたい。いいよ、もう逃げたい。あ、たたたた、ここ、ここ。ごま。それとここでの様子ね、食べるんだけどちょっと少ないからこれね、こまちゃんの食欲、夜は41だけど昼間が食べないから栄養補充してます。37食べて昼間5しか食べないからまだ足りない。夜は40ぐらいで、に昨日の夜は20だったからまあ足りない分をこんだけお口に入れて栄養補充してます。まあ体重、あ、そうそう、最初がさ、最初のうんちが硬くて、やっぱり前もそうだったんだけど、毛がいっぱい混じってる。だからまあ、だいぶブラッシングしたんだけど、ブラッシングができたらブラッシング。それとあと、これも多分、これ何これ、草食べてるの？ん？食べてないですよ。草なんかないもん、家に。じゃあなんでそんなのが出てきたの？あ、わかった。一回逃げた時あった。一瞬ですけど。これ最初の方に出てきた。そうそうそう。うんちに太鼓が出てきた。だから半日ぐらいなかった。みんなで出てっちゃった時。あのみーちゃんと月がだけは、みーちゃんは母猫で辛いの大嫌いだから残って、月も若い時に家出してクソと苦労したから、うん、それ辛いだけ残って、みんな今家を引っ越してやってて、穴が、うん、なんか押し入れじゃないけどそういうとこに穴があって、うん、でまた出ちゃってみんなで。そうだ、それで外で食べたんです、クソ。ですね、そら。まあ、びっくりして、そうですね。これがうんちに相当出ましたね。はい、じゃあこれでちょっと様子見てください。じゃあ天眼はじゃあ、あるやつね、でできる範囲にしてあげてください。これはじゃあ、一応渡しておきますんで。はい。